今日はカリチンは、お酒飲みたい、ビールですね。ビールファーストで、ツーピーガーは 2HS のヘギさあ、まずはヘギーミリアがポッポ詰めて画面足さあ、ベベベ、落ち着いてガード。さあ、対空は相打ち、空中で引っ掛けて、さあ、空投げ、前系の持続が当たって、さあ、レッドアングル、しゃーがない。さあ、続いて。第2ラウンド、いろいろ失敗してしまった。爆弾、ダウンバッテ、さあ、ドッグ、体力差はかなりあるぞ。さあ、このままラウンドを取っておきたいが、これを失敗するとミリアはワンチャンありそうだが、アリスマがしっかりラウンドを取って、これで 1-1。 さあ、めった蹴り、さあ、マジでコンボ決める、さあ、物を投げて、まずはカリスマが先鋒戦を物にして、さあ、続いて出ていくのはどっち。相当気まずい空気作った。さあ、続いてレイドジョニー。さあ、先方中堅戦、カリスマ対レイドですね。まずはカリチンが寝てよ。さあ、この試合は火がいいわ。爆弾、爆弾、端から逃げれない。さあ、削りでもかなり減るぞ。でれれ、わー、テイクいいけど全然繋がってね。テイクいいけどね、さすが有名プレイヤーはあの平気で繋いでくるんで。バックしてね、足替えを押し出していく、めくってこれは気まずいぞ。さすがにバーストを使わざるを得ない。さあ、投げてファースト戦ははめ殺せそうだったが、コンボを見せてしまう。対空ずらし、さあ、これはどうなる。あれ、おい、レイドジョニー、ねえてよ、あれだけ引かれたのに。さあ、なんという粘り。さあ、しかし、あそこで精神力を使い果たしてしまったか。さあ、カリスマガンダッシュ、
ボッキ攻めは透かし投げ。最終ラウンドは普通に勝った感じ。しまうと、これはもうもはや相手が誰であろうと関係ない。殺してスウェリーが先制。キーファーストで今かしまっていきたい。ないで分身消されて分身謝っている分身、あ、ごめん。さあ目の前で着地してしまう。ガリに反撃を決めて、決めてよ。かし投げ、メイトをやり過ごして、さあバックしてね、ランドをパシック。お、超大きい守ってくれる。ちょうどいい。ダストが崩しになってしまった。ここからが盛り上がるところだろう。